カンビュセス二世、カンビュセス二世、古代ペルシャ語、クンブジア、カンブージエ。紀元前522年は、アケムネスアッサ、ペルシア第二代の王、在紀元前529年頃引く、紀元前522年。父キュロス二世と母の長子として生まれた、弟にスメルディス、妹にとアトスチャがいる。キュロス世が、紀元前539年に、 バビロンを征服したとき、彼はすでに宗教的儀式を主催しており、キュロス2世のバビロニア人への布告が刻まれた、円筒印象、キュロスシリンダーの中では、マルドクへの祈祷において、カンビュセス2世の名前が、父キュロス2世の次に記されている。キュロス2世の知世元年から書かれている、年度版において、カンビュセス2世は、バビロン王と称されてはいるが、その県世は、 長続きしなかったもののようである。紀元前530年、キュロス二世は、最後の東方遠征を行うにあたって、カンビュセスに王位を授けた。当時作られた数多くの年度版が、この王位継承とカンビュセスの帰省元年、すなわち、カンビュセスが、諸国の王、つまり、世界の王となった年から書き起こされている。紀元前530年8月に、 父が死亡し、カンビュセスは単独の王となった。バビロニアの彼の統治期間を記録した年度版は、地世第八年目にあたる、紀元前522年3月で終わっている。ヘロドトスは、彼の在位をキュロス二世の死から始まるものとしており、その期間は、紀元前530年から、紀元前523年の夏までの7年を、2ヶ月としている。カンビュセス世は、 両親を同じくする妹である次女のロクサーナと結婚し、その後長女のアトッサとも結婚した。この結婚は、確証をもって言える最古の王家による不売飛ばだった、であったとれる。キュロス二世が中東を制した後に、カンビュセスがその地方に唯一残った独立国家である、エジプトの征服に乗り出さなければならないと考えるのは当然のことと言える。遠征に出る前に、 カンベセスは自分の兄弟でありキュロスが東部地方の総督に任命したバルディア・スメルディスを殺害している。ダレーオス一世はその日付を記録しているが、ギリシアの著述家たちはこの殺害をエジプト征服後のこととしている。戦争は紀元前525年に始まったが、この時エジプト第26王朝ではがアマシス二世から王位を継いだばかりであった。 カンビュセスは、アラビアの族長たちと同盟を結んで、駐屯地に大量の水を届けさせることで、砂漠を通っての進軍に備えた。一方、アマシス王は、ギリシアとの同盟関係を保てば、ペルシアの攻撃にも耐えられるとの希望的観測を抱いていた。しかし、キュプロスの町と大艦隊を所有していたさ、モスの選手、ポルクラテスが、ペルシア側につき、さらに、 キリシア軍の指揮官であるハリカルナッソスのファネースが裏切ったためアマシスの機体は外れることとなった。ペルシウムの戦いにおいてエジプト軍は壊滅し、その後間もなくメンフィスは陥落した。捕らえられたオープサムテク三世は反乱を試みたが処刑された。エジプトの碑文によればカンビュセスは公的にファラオの称号や衣装をまとうことにしたとのことである。 エジプトに続き、カンビューセス枠お及びメロエに栄えた王国、現在のスーダンに位置したの征服を試みた。しかし、カンビューセスの軍隊は砂漠を横断することができず、深刻な敗北を喫して、帰還を余儀なくされた。ナパタの碑文、ベルリン博物館所像では、ヌビアの王、ナスタセンがケンバス伝、すなわち、カンビューセス二世の軍を打ち破り、 その軍船すべてを奪取したと語られている。水位はオアシスへの再度の遠征もまた失敗に終わり、カルタゴ攻略計画もフェニキア人が自分たちの親族に対する軍事作戦を拒否したために飛んざた。一方ペルシアでは、カンビュセス2世の兄弟スメルディス、バルディアが謀反を起こして、アジア全域で王としての承認を受けていた。しかし、間もなく、スメルディスは、 ダレーオス一世に殺害され、ダレーオスは自身が多い継承権を主張した。ダレーオスによれば、無本人は実は本物のスメルディスではなくガウマタという名の間にあり、本物のスメルディスは3年ほど前に殺害されていたとのことである。カンビューセスはこの反乱を鎮圧するため進軍を試みたが、成功する可能性がほとんどないことを自覚するに及び、 自らの手による死を選んだ、紀元前522年3月。これは当時カンビュセスのやりもちであったダレーオスによる記述であり、カンビュセスの死は事故によるものであったとするヘロドトスやクテイシアスによる伝承よりも広く受け入れられている。ただし、実はダレーオス本人が定位につくための下準備として、カンビュセスを暗殺したのではないかという推測もされては、いる。ヘロドトス。 第3巻64によれば、カンビュセスは、シリアのエクバタナ、現在のイランハマダーン州で没した。フラビウス・ヨセフスは、ダマスカス、クテーシアスは、バビロンとしているが、いずれも事実である、可能性はない。カンビュセスは、パサルガダへに埋葬され、2006年にその墓所の遺跡が、発見された。ギリシャ人によって記された、カンビュセス世に関する伝承には、 二系統の資料がある。一つは、エジプト人によるもので、ヘロドトスの記述の大部分はこれを出点としている。ここで、カンビュセスはキュロス2世との娘ニテティスの間に生まれた着手とされ、後に、ニテティスが殺害された時には三脱者、イアフメス2世ともの後継者に、その復讐をしたとされいる。しかし、この伝承は、ペルシア人による、 もう一系統の資料で修正されている。カンビューセスはアマシス二世の娘との結婚を望んだが、アマシスは自分の娘の代わりにの娘を送り、この娘がカンビューセスに戦争を進めたのだという。カンビューセス二世は聖牛アピスを殺すという大罪を犯したために狂気に陥る神罰を受け、兄弟や姉妹を殺す罪を重ねた。そしてついには帝国を失い、そして聖。 牛を殺したのと同じ場所で、腰の傷が原因で、自らの命も失ったとされる。この伝承には、ギリシャの傭兵に伝わるいくつかの物語、特に、エジプトを裏切って、ペルシアに売り渡した指導者についての物語が、混ぜられている。ペルシア人の伝承では、カンビュセス二世の犯した罪は、兄弟の殺害とされ、その後種に溺れてさらに多くの罪を犯し、 急速に堕落していったと伝えられる。こうした伝承は、ヘロドトスのほか、後世の記録でありながらもカンビュセスの家庭事情について信頼できる情報を伝えるクニドスのクテシアスによるペルシア史の断片集などに見られる。バビロニア時代の年度版やいくつかのエジプトの碑文を除くと、カンビュセス2世の知性に関する同時代の証言は、ベヒストゥン碑文に記された。 ダレオスへの短い記述しか残されていない。これらの資料のみからカンビュセス2世の正確な人物像を描くことは不可能であるが、彼が豊礁な暴君であったということや、酒に溺れてしばしば残虐な振る舞いをしたということが推測される。ヘロドトスによれば、カンビュセスは水位はオアシスにあるアメンガミの神託書を攻め落とすために軍隊を派遣した。 5万人の軍勢が砂漠を横断している。途中、巨大な砂嵐が巻き起こって、全員を砂に沈めたという。大抵のエジプト学者はこの物語を神話だと、みなしているが、多くの人々が長年にわたってその兵士たちの、亡骸を探し求めた。ラズロ・アルマシー伯爵、小説、イギリス人の患者のモデルや、地質学者、トム・ブラウンなどもそこに含まれる。 近年の石油採掘によって異物が発見されたのではないかと考えている人々もいらっ。ポール・サスマンによる2002年の小説ザ・ロスト・アーミー・オブ・カンビセスは、このカンビュセス2世の軍隊の異物をめぐって競い合う探検隊たちの物語である。トマス・パターソンによる儀曲キング・カンビセス、A ・ラマンティブル・とラジェディ・ミックス・ド・フル・オブ・プレゼント・マースは、 おそらく1560年代に書かれたものである。またイルカーナセトルによる悲劇、カンビーセス、キング・オブ・ペルシアが1667年に制作されている。フジコ・カイ、フジオは、クシュエン作中では、エチオピア遠征から始まる SF 短編漫画、カンビーセスのくじを表している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。